クリステン・スミス・クリステン・スミスは19世紀初期のノルウェーの医師、博物学者である。コンゴ川の探検で多くの標本を残した。ノルウェーのスコガーで生まれた。コッペンハーゲン大学でマルチンバールの下で医学と植物学を学んだ。イエンスビルケン・ホネアマンと共に、ノルウェーの各地で植物を調査し、多くの植物標本を集め、それらのズワートに、 デンマークの植物に収められた。ヨアキム、フレデリックスコートモートンワームスコージョルドも調査旅行にしばしば同行し、彼らはヨートゥンハイメン山地の山に登頂した。記録に残る初登頂となったビティホーニアハーティガンが含まれる。1808年に大学を卒業し、医師を開業した。1814年にクリスチャニアに新設された王立フレデリック大学の 植物学などの教授に任じられたが、ヨーロッパ各国の植物園に負けない、植物園を作るために外国を旅するために就任を辞退した。ロンドンからスコットランドへ旅し、そこで、プロシアの地質学者、レオポルド・フォン・ブーフと知り合った。ブーフの火山島のカナリア諸島とマデーラ諸島を訪れる計画を知り、熱心に同行することを求めた。1815年に二人は、 調査を行い、12月初めに、ポーツマスに戻った。スミスは600種の標本を持ち帰り、50種は新種の植物であった。その中には、カナリアマツが含まれた。ブーフの下で、地質学を学び、実績を上げたスミスは、イギリスの王立協会に働きかけ、ジェームズ・キングストン・タッキーが率いるコンゴ川の上流の探検に、地質学者、植物学者として参加することになった。 今後体験隊は1816年2月に始まるが、その始まりから祖母が続くことになった。計画では蒸気船の HMS、今後を使う予定であったが、未熟な蒸気船の技術は重すぎる構造から喫水が深く川の高校には適さないものであった。より軽量なドロシーも使用されたが、内陸へ160キロ入ったところで進むことができなくなった。 遠征は、蚊が多い湿地を徒歩で続けられ、450キロまで進んだが、食料の不足、敵対的な原住民や熱病に悩まされ、目的を達しないまま帰還することになった。遠征に参加した56人のうち、すべての科学者と、船に帰還後に死んだ船長を含む18人が没した。スミスも帰還途中で、おそらく大熱病にかかり、30歳で没した。 この不運な遠征は、イギリスの小説家、ジョセフ・コンラットの闇の奥にインスピレーションを与えたとされる。この遠征でのスミスの集めた620の標本は、ロンドンに送られ、その250が、新種の植物であった。後に、スミスの残した文章が、友人のマーティン・フロールによって出版された。アエオニウム族のイーニアム・スミシーなどに、懸命されている。CSM は、 植物の学名で命名者を示す場合に、クリステン・スミスを示すのに使われる。ありがとうございます。